さんこんばんは。今年の6月28日に保育士試験が行われます。コードネームを理解して楽しく弾き語り弾き歌いができるということがポイントです。コードネームの仕組み、楽譜がなくてもいろんな伴奏系が弾けるということもピアノの応用力につながります。にゃにゅにゃの天気予報、天気予報でした。